皆さん、こんにちは。本日は、解差数列の全化式を行っていきたいと思います。早速始めていきましょう。例18です。こういう式で表される数列の一般項を求めよう。このように、次の項が前の項プラス n-1 という n を使った式、こんな感じで表されているものに関しては、はい、まずは an、an プラス1マイナス an イコール n-1 というふうに、次の項から前の項を引き算したものがどうなるかというのを考えてあげます。 するとこの形というのは解差数列になりますのでこの数列の大傾向というのは k-1 というふうに表すことができそうですよねなのであとは解差数列の公式使いましょう n が2以上の時に an は3プラス1から n-1 までの k-1 これをこういうふうに分けてあげるとこんな感じにすることができます 今回は1から n-1 までのシグマなので、1から n までの k っていうのはこういう形にすることできますが、今回は n-1 になっているので、それぞれ n の部分が n-1 になっているよということに注意していただいて、2分の 1n-1×n という形にすることができます。この式は、はい、3プラス2分の 1n-1n-、はい、この部分、1から n-1 までの1ということは、1が n-1 個あるということなので、 はい、マイナスのとという,ふうにすす。ることができますあとはこれを計算してあげてはいこんな感じになって8してあげましょうで今回は解釈数列2以上の時でこうなるよということなのでちゃんと1でも成り立つかどうかを確認してくださいで実際計算代入するとこんな感じになりまして3最初と一緒になりましたので成立するというのが分かりますしたがって n は2分の 1n 次乗マイナス2分の 3n プラス4となります それでは問い18やってみてくださいでは解説に移ります問い18です式を変形すると an プラス1マイナス an は3の n 乗とすることできますので an の改差数列の大傾向3の形状とすることができますよって n が2以上の時は an は2プラス1から n マイナス1までの3の形状はいでこの式 3×3、ね、の k マイナス1乗というのによってはいこの式を使うことができます で今回は、はい、えー、まあ、こんな感じになりますので、はい、えー、3-1分の 3×3、えー、の n-1 乗 -1。n-1 までなので、はい、この部分がこういうふうにね、変形されているということを気をつけていきましょう。でそうすると、まあ、3で掛け算すると、えー、1と n-1 乗なので、はい、-1 と1で消えて、3の n 乗 -3 で。下は3-1へ2というふうになりますので、はい、2分の3の n 乗プラス1とすることができます。 n が1のときも特に問題なく成り立ちますので、はい、an イコール2分の3の n 乗プラス1という答えになります。本日は、解差数列になる全化式のパターンやっていきました。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。